源氏物語各条のあらすじう治十条、あずまや、あずまやは、源氏物語五十四条の巻名の一つ、第五十条、第三部の一部、う治十条の第六条にあたる。巻名は、浮船の隠れ家を訪れたカオルが読んだ和歌、刺しとむるむぐらや、刺激あずまやのあまりほど降る雨そそきかなにちなむ。なお、十、悪章に収められた、源氏物語巻名目録では、 三十二あずまや二小文字で、強石と付記されている。現氏物語絵巻あずまや市カオル二十六歳の八月から九月にかけての話。カオルは、亡き大きに似た浮船に関心を持ちつつも、受領のママ娘という身分の低さにためらっていた。その浮船の母である中条の君も、身分違いの縁談に消極的だった。浮船は、 宇治八の宮とその女房であった中条の君との間に生まれた娘だったが、宮には認知されなかった。中条の君は、間もなく、浮船を連れて、陸守ると再婚し、東国に長く下っていた。日立の助との間にも、数多の子を設けていたが、後期の血を引き一際美しい浮船をことさら大事に、育て、良縁をしきりに願っていた。 受領ながらも裕福で家柄も癒しくない日立之助のところには、それを目当てにした求婚者が多かった。20歳を過ぎた浮船は、そのうちの左婚の少々と婚約したが、財産目当ての少々は、浮船が日立之助の実施でないと知るや、実の娘である妹に乗り換えて結婚した。浮船を不憫に思った中将の君は、彼女を二条院の中の君のもとに預けに行く。ところが、 二王宮が偶然浮舟を見つけ、強引に言い寄ってきた。御所からの知らせで、赤市の中宮のが倒れたことを知らされ、浮舟に未練を残しつつ出かけた二王宮姉の夫に言い寄られるという出来事にいたたまれない、思いの浮舟。騒ぎを聞き彼女の様子を見て、心を痛める中の君。髪洗いを終え、女房に髪をすかせながら、彼女と絵巻物を読む中の君。 姉が生き返ったようだと、改めて実感する。かろうじてことなきを得たが、浮船の乳母からそれを聞いた中条の君は驚いて、彼女を引き取り、三条の小家に隠した。秋九月、カオルは、浮船が三条の隠れ家にいることを知り、弁の二に,に仲立ちを頼んでその小家を訪れる。そして翌朝、浮船を車で、宇治に連れて行ってしまった。浮船の不安をよそに、彼女に、 大きみの面影を映し見るカオルは、大きみを忍びつつも浮船の顔はなき大きみに、うり二つではあるが、教養は彼女とは比べ物にならないぐらい、ほど遠いことから、今後の浮船の扱いに思い悩むのだった。ありがとうございます。